これ NBOX ですもんね。 NBOX スラッシュって、スラッシュって上が、上が10センチぐらい低くなってます。あ、低いんですか。はい、スライドじゃないんで。あ、だから余計低く見えるんだ。そうなんですよね、全然違うの。なんか所ジョージさんが世田谷ベースでこういったような形で議論を持ってて、はい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 、で通勤車がやっぱりあの昔アメ車乗ってて、はいはい、なかったんで、これを買ったんですよ。逆にこれをいじっちゃって、はあ、イベントとかいってるんですよ。これいいですね、色も。色純正ですか。純正です。これいい色。しかもこのホイールとの色がバランスがもうバッチリ。これはなんですね、こだわりなんですけど、もともとベース色が、ツートンカラーなんで、屋根が白で、はいはい、真ん中が水色なんで、これ合わせてるんですよね、あえて。で、ホイールも上と半、ね、あ、なるサンドイッチさせて。バランスがね。ナットも、なんで真ん中が青なんですよ。はい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 。ね、マークの C カーですよね。あ、はい、16インチで16なんすか。はい、6半と 7J です。後ろケツ 7J です、ね、はー。車庫調で落として、車庫調で今後自分もエアサス入れるよ。あらららメーカーとかも決まってんすか、うん、メーカーは自分結構ボルドーとか好きなんで、はい、ボルドーとかで下がれば。この、まあ、デザインもね結構ねいかついっていうかね、しっかりしてるんですよね。そうですね、純正でヘッドライトを入れて。このエンブレムは、これエンブレムはですね、それあのセダンの方で、はい、サンマルシェルチオ乗ってる方がいるんですけど、はいはいはい、ケンセルさんっていうのが、はいはい、埼玉の上里の方にいて、はい、でその方の友達、知り合いの人が板金塗装でやってるような形で。塗装ですか、これ。板金塗装で、そういう塗装ですね。すごいですね、これ目立つな。いただいて目立ちますね。はい、前後で入れて、これもポイントで。エアロはこれはどっちの。エアロはね、あの隣のプランと同じシルクブレイズっていう、はい、それを同色塗っちゃって。そうですね、同色塗って。ここもあのボンネットとグリルとヘッドライト、バンパーはあの NBOX カスタムのもう異色なんで。なるほど。で NBOX カスタムにこの色ないんで塗りました。本当自然な感じですよね。そうなんですよね、本当に純正感が。逆に気づかない方は気づかないですし、いや多分知らない方はね、分かんないぐらいの、はい、なんか違うなっていう。レカロ、レカロのマケット入ってますね。あとステアリングが、でこれも本当にあのオートバックスさんでたまたま、うん、あの見かけて一目惚れして、1回目はちょっと買えなかったんですけど、予算的に。いやー高いです、いくらですか。生産終了になっちゃうっていうのをあの東京オートサロンで知った時に、これはちょっと買っとかないとなっていうので、まあ、あの2脚入れて。あ、まあ、2脚がねバランスはいいですよね、はい。これ色はな、最初からこういう色は純正ですね。これもまたちょうど合いましたね。色に合うなっていう形で、はい。でステアリングもやっぱりあの白で。全ドンピシャっすね。そうですよね、ステアリングね。そうなんですよね。これなんで、まあ、純正感は崩さず、そうね、まあ、そんなごちゃごちゃいじらずっていうのがシンプルで、ね。バランスがすげえいいな。ここら辺はですね、あの、ま、市販のラズっていうメーカーの。あ、ラズは、はい、ラズですね。はい。アクセルペダル。アクセルとブレーキペダルがまあ同色だったので、まあ、フロントのエンブレムもそういったような形の、はい、合わせてね、合わせて、色をあえて多く入れない、同じ色で統一させて綺麗にシンプルに。と違和感ないですよね。後ろも、まあ、自分一人なんで広いですよね、後ろはね。普通にこれ広いですね、セダンとかみたいに違って全然。足も合わせて上も全然ありますね。本当、まあ余裕ですね。余裕ですね。これは シートカバーですか。シートカバーですね。これまたフラッチオっていうところの、あ、はい、知った知ったメーカーさんで、これまた高級感あるな。しっかりしますよね、うん、カバーと思えない。そうですね、あの今まで他カスタムカー乗ってたんですけど、まあ信頼あるメーカーだったんです。あ、後ろにもこれ、ね、SR3 ですか。結構新しめのやつ。そうですね。そうですよね。レカロってなかった気がするんですけど。じゃあそれ7とかですかね。7。はい。新しいんだじゃん。外装はちょっとレーシーな感じになって、まあ、結構女性の方とかは可愛いと思って。いやこれ。後ろはちょっとオーディオとか積みたいんで。なんでこっちはシートカバー。シートカバー。今後はまた白のシートカバーを特注で。これこだわってますよね、本当。
車高調なんて何でしょう。車高調は RSR のブラックアイスです、ね、ですね、はい、下がっちゃうんですね。まだ全然下がらない。下がっちゃうね。テールはこれですか。テールは純正ですね。あ、これ純正なんですか。純正です。ロロロロロ、あ、お、あ、明るいですね。バックだけ。バック、そうですね。書いてある。バックとウインカーが、はい、バレンティっていうメーカー。あ、はいはいはい。CD で。はい。マフラーはどっちなの。マフラーはマフラーカッターなんで、これおそらくライツっていうあの車外のヘッドライトを出してるメーカーさんが NBOX カスタムとかそこら辺なんで、はいはいはい、まあ、そこのマフラーカッターをで出づら合わせたりとかして、まあ、やっぱチタン、あの色に、ね、はい、合わせてきてこれもそうですね。そうですね、後ろもね。でここは今、あ、デイライトがついてるんですけど、そこはバンキン塗装屋さんに、うん、特注であのシルクブレイズのハーフを買って、ここにバレンティのデイライトを埋め込んでもらうっていう、あの皆さん結構貼り付けたりとかしてるんですけど、中に純正感を出すためにそこにもう入れちゃってるんですよ。入れました。本当違和感ないですね。確かに細かいな。これ見ていただける方にはすごい分かってくださるとすごい嬉しいんですけど、これはすごい存在感抜群ですね。アルパインの入れてるの、ナビなんで。お、すげえな。まあ、これが普通のあナビ。あ、でっかいな。あとオーディオと、あとナビですね。ナビ。あ、綺麗ですね。すごいな。Thank you.